私が所属する松竹芸能が大阪の震災橋で震災橋門座という劇場を運営しているんですがそこに今年の春元プロレスラーのスタン・ハンセンさんがトークショーを開催することになりましてその司会を私が担当することになりましたスタン・ハンセンさんといえばプロレスをあまり知らない方でも名前は ご存知だというぐらい有名な方です。アメリカでレスラーとしてデビューをして、その後来日して大人気のレスラーとなりました。数々のチャンピオンベルトを巻いた、まさにナンバーワンの外国人レスラーと言っても過言ではないほどの功績を残されました。引退された後は数年おきに来日されまして、各地をトークショーしながら 回っておられるようなんです今回、この春で来日された時に、大阪でトークショーをやる。それがご縁ありまして、震災橋の門座でとなりました。プロレスファンの私は、その話を聞いた時に驚きまして、あのハンセンさんと70分間のプロレスの話ができる。そこには通訳の方がいて、昔の思い出話を振り返るという、そういう内容でした。 その時に私はハンセンさんに聞きたいお話がありました。もちろんこの会談番組をしているわけですから、ハンセンさんが体験された怖い話、不思議な話、会談話をお聞きしようと思ったんです。しかし、場内を埋め尽くす超満員のお客さんの前で会談話をさすがにできませんでした。プロレスに特化したお話になるんですが、 トークショーが終わった後、控え室でハンセンさんに伺うことができないかと思ったんです。それでトークショーが終わりまして、舞台の上ではハンセンさんだけそこに残って、来場いただいたお客さんと一人ずつ記念写真に答えておられました。その時私、舞台袖で通訳の方に、すいません。あの、実はちょっとお話があるんですけど、 話しかけた。その方はもちろん英語も日本語も堪能な方で、私のお願い事っていうのはすぐに理解をしてくださいました。それだけではなくて、ああ、そういうお話ですか、ハンセンさんに。いや、渡辺さん、実は僕ね、そういう不思議な体験してるんですよ。ひょんなことからそんな話をしてくださった。その方が私に話をしてくれた内容というのが、関東にある 小中高一貫の学校に通っていたということなんです。その学校名というのは私は伺ってますが伏せさせていただきます。その方が高校生の頃、ご自分の妹さんは小学校に通っていたということで、ある時、妹さんが熱を出して学校を休んだ。同じ場所に小学校と高校があるということで、妹さんがお兄ちゃん、 学校に行ったら図書館でこういう本を借りてきてほしいんだけどって頼まれた。ベッドでしんどそうに寝ている妹がそうやって頼んできたということで授業が終わると図書館に向かった。小学校から高校までの在校生が使う図書館ですから本もかなりの種類がある。それでその方は図書館の奥へ奥へと入っていた。そこは 小学校の低学年が読む児童図書というものが並んでいるところだった。妹さんに頼まれた本を探す棚がたくさん並んでいて、その量が多いために狭い通路。大人がすれ違うには細すぎるようなそういう隙間のところ。通路の奥に妹さんに頼まれた本、 この辺りかなと思って探して奥へ奥へと入っていくその先というのは壁になっていて行き止まりになってるかなり端っこの方まで来たんだなと思ってふと足元見ながら歩いていた自分は顔を上げて前を見た突き当たりの壁の前に妹と同じぐらいの年格好の女の子がそこで立っていた 服装からして、その学校の小学校の女の子だった。目線はそれていたんですが、顔がぐーっと動きながら、目があったなと思った瞬間に、ニコって笑った。しかし、その人、ゾッとしたって言うんです。子供がニコって笑うって微笑ましいことなんですが、その人はそう感じなかった。 でも目の前の女の子、こっち見てニコって笑ってる。それでこちらが真顔というのもダメだなと思ったんで、作り笑顔でニコって笑い返した。しかし、あんまりその子を見てるっていうのが自分ではなんか耐えれなかったっていうんです。それで目線を逸らして、頼まれている本。ああ、これだ。目の前にそれが見つかった。それを棚から取り出して、 来た通路をまた戻るだけなんですけど、でもその時になんだか気になった。じーっとまだこっち見てるような視線を感じた。そんな状態でこっちが無視をしていくっていうのもって思ったんで、まあ帰る時ぐらいもう一回ニコって笑えばいいかな。それでその女の子の方に目線をスーッと動かした。女の子がいない。今先自分が目線を合わしたばっかりで、 しかも向こうは通路の行き止まり、壁を背にして立っていた。その子がその場所から立ち去ろうとするなら、自分の前だったり、後ろだったりを通っていかないといけない。でも、幅の狭い通路なんで、気配をこちらが感じないまま通り過ぎるということは不可能。ということは自分の前も後ろも、その女の子、通らずに、まさに、 消えたっていうことだった。さっきのそのゾッとした意味が、こういうことだったんだって思った。あの子自分の前でニコって笑ってたけど、実体がなかったってことなのか。その学校でかつて通っていた女の子が何者かに連れ去られて、行方不明になった後、亡くなるという痛ましい事件がありました。その、 女の子が生前よく通っていたのがその図書館で彼女がこの世のもので亡くなってからも実は学校に通い続けてるんだそんなことが学内で誠しやかにささやかれていたそうですあの女の子その子だったのかなその人はそう思って 本を持って帰って妹さんに渡した。それをきっかけに、いろんなものが見えるようになってきた。学校の行き帰り、道を歩いていると、人がわっとすれ違う中で、透明の人間とすれ違うになっていく。最初は驚くんですが、だんだん慣れてきた。 それらは自分に対して何か訴えるわけでもない。ただただ、日々のルーティーンのように、その透明の人っていうのは動いているだけ。こちらに対して何か話しかけたり、恨みそうに見たりっていうのもなかった。慣れてくると怖いという気はしなかったっていうんです。そんな日々が続いていくと、今度はさらに違うものが見えるようになった。 当時家族で住んでいた家、その2階にその人の部屋はあったということなんですが、暑い夏の日に部屋の窓を開けて、夜風を取り込みながら机に向かって勉強していた。すると、なんだか視線を感じた。視線の先を自分で追っていく。それは部屋の窓を開けっぱなしにした向こう側に見える マンションの屋上だった。そこに髪の長い女の人が立ってこっちをじーっと見てる。部屋には夜風が入ってカーテンがひらひら動いてるんですが、その先にあるマンションの屋上に立ってる女の人。外の風とは全く無縁で髪の毛は動いていない。白 ぽいワンピースで着てる服も動いていない。じーっとこっちを見てる。あの人は風で揺れてないっていうことはそういうものを自分は見てるんだろうか。閉めてしまうと風が入らなくなって暑いのはあるんですが耐えられなくなって窓を閉めた。しかし次の夜もその女の人は 窓の先にあるマンションの屋上にいる。ただ、その屋上にいる女の人、昨日よりも自分の方に近づいて立っているように見えた。怖いからまた窓を閉めるんですが、翌日も、その翌日も、その窓から女の人が見えた。どんどんこっちに近づいてきてる。 屋上というのは面積は限られてますから、こちらに近づきすぎたら、その屋上にいられないはずなんですが、そうじゃなかった。その女の人は屋上に立っているのではなく、そこから自分の部屋に線を引いた、透明のその線上に立っているよ。つまり、 空中に浮遊した状態でじーっとこっちを見てる。まっすぐ自分の部屋に向かって毎日近づいてきてるって言うんです。朝になるとその女の人の姿はもうない。夜しか現れないんですが続いてるかのようにどんどんこっちに近づいてきてる。どうしたらいいんだろうと思った。そんなことを思い悩みながら 学校に通っていた時に普段あんまり会話をしていなかった同級生にふと話しかけられたお前変なもんが見えるんじゃないかいきなりそんなことを聞いてきた本来ならそんな話になってこいつ変わったやつだなって距離を持つんですが藁にもすがりたいようなそんな思いの時に 自分が気にしていることをそのまま言われたんで、いや、君にそれわかるのかって尋ねた。俺はそういうものが見えるんだけど、そういうものに取り憑かれてる人も俺わかるんだよってその友達が言った。いや、実はな、今自分が置かれている状況をその子に話してみた。 そうか。今日、家に帰ったらな、部屋に鏡ぐらいあるだろうその鏡をな、その女の方に向かって、部屋から当てるんだ。そうすればその女の人、それ以上お前の部屋に近づけない。ずっとそれを続けてると、いつか姿を消すと思う。ただ、あまりにその女の人の、 思いが強い場合はまた別のことを考えよう。そんなことを友達が言った。それで言われた通り窓から外に向かって鏡を置いた。夜になると外に浮いている女の人。その女の人は確かにその鏡を置いてからそれ以上近づいてこなくなった。 そして、ある日数を経て、姿を消した。いつしかその友達と親友のような関係になって、いろんなことを話すようになる。学校が終わってから部屋で遊んだ。そんなある日、友達が部屋を出てトイレに立った。ところがその後、自分の部屋の扉、彼は閉めていった、その扉の向こうから、 ゴンゴン。ゴン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 。叩こうとする。あれ、あいつ、うちのトイレ使うのに出て行ったはずなんだけど、そんなすぐに帰ってくるわけない。なんで今扉の向こうから、どん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 、叩くんだろう。って思った。それで、おい、やめろよ。どうした何してんのお前。やめろって。どん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 、どんどん。まだ向こうから、 部屋の扉を叩いてる。おい、いい加減にしろって、そう言ってると、そのどん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 ンガ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 ン。叩いてたはずの音が小刻みになって、小さくなったかと思うと、それがガリ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 扉のガリうかガリでリガ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 リ

そういう症状が現れた。だからこれ、今、とんでもないことが起きてるんだと思った。と、その時ガチャッと扉が開いて友達が入ってきた。向こう慌てて扉を閉めた。危なかったな。お前が開けてたら大変なことになってたぞ。そう言って友達は冷静な顔をして部屋の床に座った。あの女、 扉の向こうで立ってたぞ。よっぽど思いが強かったんだな。鏡と全く反対の方向からこの部屋に入ろうとしたみたいだ。でも、俺が通りかかったんで退散していったよ。友達がそう言った。そんなこと言われても、こいつなにわけのわからんこと言ってるんだ。普通はそう思うんですが、その人は信じるしかなかった。 というのも、友達が部屋の扉を開けた瞬間、友達に重なるように、半透明のあの女がいたって言うんです。それから高校を卒業する。その友達とも疎遠になっていった。誰かに相談ができるようなことも、 環境の中ではなくなりながら、ただその不思議な体験をする能力というのは、高校を卒業してから15年ほどしていきなり消えてしまった。ある大病を患った。その大病をきっかけに不思議なものが見えなくなったばかりか、感じることもなくなった。それで今に至るんですよって、その通訳の方が 私に話をしてくださった。そうなんですかそんな体験があったんですかだからね、渡辺さん。ハンセンさんに不思議な経験ないかって、私も実は聞いてみたいですよ。通訳の方が、私の申し出に乗り気になってくださったおかげで、ハンセンさんがお客さんとの記念写真を終えて、控え室に戻ってこられた。 その時に通訳の方が英語で聞いてくださった。ハンセンさんの隣には一緒に来日された日本人の奥様もいらっしゃった。まさか自分の主人に会談を聞くそんな質問があるなんてことなかったんで、奥さんの方も興味津々に、へえそんな質問ねはあ私もそれ聞いたことないわ。喜んでくださってた。 そうしてる間に通訳の方がハンセンさんに内容を伝えた。するとハンセンさんが、おう、のー全くそんな話はないっておっしゃった。隣で聞いていた奥さんが表紙抜けになって、ちょっとあなた何にもないのプロレスラーとかずっとやってて、そんな間でも不思議なことぐらい何かあったんじゃないの 本当にないの奥さんの方から何度も逆に聞いている感じになってる。そこでハンセンさんが奥さんと通訳の方と、そしてもちろん私にも英語で話をしてくださった。私はその内容っていうのはその場で意味がわからなかったんですが、通訳の方が訳してくださった。全く僕にはそういう体験はないね。というのも自分の周りに いい霊がついていて、悪い霊から守ってくれてるんだと思うよ。そのいい霊っていうのが弱い霊じゃないんだよ。とことん強い霊がいるから。そういう強い霊たちが僕をずっと守ってくれてるから。だからそういう悪い怖いものっていうのは向こうが恐れて寄ってこないのかもしれないね。そう訳して、 通訳の方、私に伝えてくださった。私にその意味が分かったなというタイミングで、ハンセンさんは私に向かってウィンクをして微笑んだ。正直、その場で拍子抜けのようなことではあったんですが、その後冷静に考えたんですよ。プロレスの昔の往年の思い出話、伺ってる中で、 ハンセンさんの親友であったブルーザーブロディが若くして亡くなることがあった。それだけではない。共にリングで戦ったライバルたちがハンセンさんより早くにたくさんの方が亡くなっている。現役時代、大活躍した外国人レスラーの中で長生きをされている数少ないレスラーの一人になっている。 ということは、親友もライバルももうすでにこの世にはいない。ハンセンさんが私に言ってくださった、いい霊が周りにいて悪いものを寄せ付けない。その霊は、かなり強い霊たちが僕を守ってくれてるんだよ。それって、親友とライバルのことなんじゃないか。日本人には守護霊という感覚がありますが、 海外の人にそういうものがあるのか私はわからないんですがただハンセンさんが私の質問に対して答えてくださったことというのは深い意味があったんじゃないか不思議な体験とか怖い話っていうものそれ以前にそういうものから自分を守ってくれるその霊の存在それを私に答えてくださったんだと そう思ってやまないんです。ハンセンさんの死生観、そしてそこには温かい人柄、そういうものが感じられた瞬間でもありました。